立ち入り禁止の屋上で素敵な手紙を拾った。彩子最近かわいい。え？自分の名前は書かなかった。書いても増村は私を知らない。返事だ。健全で揺るぎないものを持っているあなたをその時思っていました。一目惚れしました。素敵なことは巡り来るんだ。だから電話とかファックスとかメールができても手紙でしか表せないっていうか伝えられないことっていうのがあるんだ。ラブレター？赤色でキラキラ。ああ俺はイカルスの星に行ってきます。このままずっと伝えないままじゃ何にもうまくいかないって。私多分消えちゃうけど覚えていて。何しようが私の勝手じゃん。宮下！